どうも、素人館長、ともっちゃです。副長のともキャットです。今回もTier4の日本駆逐艦、磯風型を使っていきます。マップは、ビップレース、ルールは通常戦。前回とは違って今回は北軍だな。でも、初手は前回同様に、南西の諸島に向かうぞ。到着までクロックアップ。前方の味方駆逐艦はクレムソンだから、魚雷射程が短い分、前面に出てくれる。こちらは友軍を誤射しないように、注意して牽制魚雷を撃っていこう。突撃しないのか？味方が前にいるから援護に留めとくわ。牽制魚雷用意。魚雷用意。重火事。重火事。魚雷、せーの。トリカジ。トリカジ。デッキがたくさん来てるな。撃墜数稼げるか？だから、ミッションの守護者は別の船で狙えって。なんか、左上に V カオルがいる。止まってるなら落とせるで。え？止まって？え？あ、敵の巡洋艦狙えるかな？魚雷用意。魚雷用意。取り火事。取り火事。デッキ撃墜。お、デッキ撃墜できたな。続いて魚雷だ。へぇー。む、敵戦艦か。魚雷用意。魚雷用意。魚雷。へぇー。友軍巡洋艦が前方から合流。撃ち方待て、煙幕展開。煙幕、ようそろー。スモークジェネレーターストーリー。巡洋艦が通過後反転する、巡洋艦に続け。魚雷命中、敵巡洋艦撃沈。よし、いいぞ。重火事いっぱい。重火事。巡洋艦に続いて魚雷を発射する。魚雷用意。魚雷用意。スモークスクリーンセット。魚雷、せー。正面を向いてるが、これなら一発くらい当たるだろう。一発しか当たってないぞ。味方の駆逐が入れ替わりで雷撃してるから大丈夫だろ。友軍の魚雷、命中コース。ああ、攻撃しとくかな。ボン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 。無駄弾を打つ。まあ、いいや。とりあえず、反転して進軍再開しよう。ちょっとカット。変にシンクロして友軍駆逐艦とランデブーしつつ反転完了。いや、回避運動を取りながら同じ場所に移動しようとしてしまってな。邪魔をしてしまった。島影の安全圏に入ったぞ。よし、じゃあ間隔を空けてから減速、追い抜かせてから東に転打だ。ようそろう。鳥火事。鳥火事。島影に入ったまま敵艦隊と距離を詰める。友軍戦艦の前に出てから南に転打。前進いっぱい。前進いっぱい。敵駆逐艦の所在不明だぞ。最後に確認したときは敵拠点内を南進していたが、敵の駆逐艦は峰風だったな。射程10キロの魚雷とか、羨ましいな、まったく。峰風使ったら、お前のチキン魂が覚醒したもんな。撃っては隠れて撃っては逃げて。そして、前段外す。言うなれば、水雷矢の恥だな。はいはい。さて、戦艦との距離も十分だな。重火事。重火事。敵駆逐艦を警戒しつつ前進。選挙で敵部隊の注意をこちらに向けて、北部の主力を援護する。ようそろう。正面に敵駆逐艦。鉢合わせか、攻撃用意。ボン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 。敵駆逐艦、南の友軍を見ているな。飛砲がこっちを向いていない。
ポン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 。よし、撃沈した。取り返し、占領を開始する。通り返し。友軍戦艦のためにも、敵機はこちらに引き寄せるぞ。正面雷撃機、こっちに向かってるぞ。魚雷警戒。敵機魚雷投下。選手を投下地点に向けろ、交信いっぱい、ついでに祈れ。交信いっぱい。ブラー、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 ブラー。よし、無駄弾を使わせたぞ。正面に敵戦艦。魚雷射程まで前進、雷撃を反転する。よう揃おう、魚雷用意。魚雷準備よし。強角で予測線とその前後に魚雷。でー。取り火事いっぱい。よう揃おう、通り火事。友軍戦艦も砲撃してるし、一発でも当たれば十分だろう。そのまま一周して次は空母を狙う。魚雷に発明中、敵戦艦撃沈。よし、残りは空母2隻、こっちは10隻も残っている。魚雷到達前に終わるかもな。占領もいらないだろうな。いや、敵機を引きつけるにはもってこいだ。あわよくば敵機を食うぞ。だからミッションの守護者は別の船で狙えって。間もなく魚雷射程に到達。魚雷準備よし。おもかじ。おもうかじ。魚雷、せーの。続けて砲撃だ。ポン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 。左舷に敵機。取りかじ、交信いっぱい。通りかじ、交信いっぱい。前段回避。船乗り猫のおかげ、とても言っておこう。感謝しろよくぞやろう。よし、攻撃を継続する。ポン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 。魚雷命中、空母撃沈、試合終了。お、とどめもらっちゃった感じ。調子に乗んなよ、お前。なんで怒られなあかんねん。あれ？これって前回のリザルトで達成してた任務じゃねえの？あ、これ前回の一つ前の試合だから、磯風の飛行3機だったでしょ？はーい。また編集する順番を間違えたのか。てへへろ。で、チームスコアは？納得いかないんだが。連続で1500超えか。いいねー。シーカーもー、またサイクルヒットだ。奇跡的に戦果を上げたくらいでうぬぼれてんじゃねえぞ。カス野郎。ふえー。で、次回はどうすんだ？戦艦動画の陸来てたからやってみるわ。いや、まだティア3だろ。ティア5くらいからの方が。まあ、お試し版ってことで、とりあえずな。文句言われるの俺じゃないから構わんけどな。ならいいべ。そういうわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。